フランク・ロイドは英国スコットランド生まれの米国の映画監督。第2回及び第6回の米国アカデミー監督賞受賞者である。スコットランド・グラスゴー出身。1913年米国に移住、俳優としてデビューした後、脚本と映画監督に転じる。10代の終わり頃には有名な文学の映画家や、レ・ミゼラブルなど、や、 西部劇を監督するようになる。ロイドの有名な映画は、ロン・チェーニーがフェーニーを演じた、オリバー・トゥイストやアカデミー監督賞を獲得した、上演の美器などがある。第2回アカデミー賞では、上演の美器、ビリー・リバー、愛の引き船の3本が、同時に監督賞にノミネートされ、18世紀のイギリス海軍提督ホレーショネルソンとの恋愛で、有名な、オーキッド・レディコと、 中ナポリ大使夫人、エマ・ハミルトンとの物語、上演の美記がその名誉を得たのである。1955年公開のアラモの砦デでロイドが演出した映画は約80本を数える。1930年代を代表する監督の一人であり、スケールの大きいロイドの作風は何度もアカデミー賞を受賞している。カバルケードが第6回アカデミー賞の作品賞。 監督賞、室内装置賞を、戦艦マウンティー号の反乱は、作品賞をそれぞれ獲得している。ロイドは、米国映画芸術科学アカデミーの36名の創立者の一人である。また、上演の美期はアカデミー作品賞に、ノミネートされていないのに、アカデミー監督賞を獲得した、現在まで唯一の作品である。また、百三十四年から百三十五年に、 かけてアンピスの代表を務めていた。ありがとうございます。